はい、どうもこんにちは、くにです。ということで、本日からレジェンズバトルロイヤルが開催されるということで、1日目の動画になります。1日目使うパーティーはこちらです。ちなみに毎日パーティーは変えようと思ってるんで、お楽しみください。ということで1日目映ってますけど、ベジータ一家使おうと思います。まあ、やっぱりね、LF ベジータ、こいつですね、カントスで使いたいよっていうのがあって、まあ、ベジータ一家かなっていうので、使おうと思います。変身後のステータスがカントツでなんと、カントツで、こんだけ153万もね、あるということで、しかもヨダメもめちゃくちゃ乗りまくるんで、まあ、二突でもね、やばかったんで火力。まあ、カントツとなると、相当えげつないと思います。で、ベジータ一家のいいところは、もう一体 LF キャラクターをカントツで使えるということですよね。このベジータもめちゃめちゃ強いです。はい。で、こちらの未来ベジータ、こちらも貫突で使えるんで、僕基本的にこの上3体の選出でやろうかなって思ってます。まあ、こいつも強いんですけど、ぶっちゃけ上3体のベジータがめちゃめちゃ強いなって僕は思ってるんで、まあ、よっぽど、通りが良くない時以外は、上3体でいこうかなって思ってます。今日だけはね、明日から違うパーティー使うんで。はい。で、肝となるのはこいつですよね。こいつが貫突の Z アビリティが、青紫の打光 50% 上げ、打防 50% 上げということで、まあ、マベジが打撃攻撃力めちゃくちゃえげつないことになってます。はい。そんな感じのベジータ一家でやっていこうと思います。一応フラグメント見しとくと、マベジがこれ。LF ベジータがこれ。で、未来ベジータがこれ。で、赤虎がこれ。で、まあ一応出すかわかんないけど、エクストリームのトランクスがこんな感じです。まあ初日なんでね、まあまったりと、まったりとっていうか、まあもちろん勝ちを目指してやるんですけど、頑張ってやっていこうと思います。それでは、バトルロイヤルの方をやっていきましょう。はい、ということで、9時直前になりました。やっていこうと思います。で、一応さっき、解説したフラグメントなんですけど、ベジータ一家のね、今の PVP 報酬のフラグ、あれ本当はつけた方がいいんですけど、まあ、厳選終わってないんで、まあ妥協してるんですけど、やっていこうと思います。で、問題が、今まで毎回なんですけど、このバトルロイヤルね、切断無効にされたら、なんと、こっち勝ちになんないんですよね。っていうのが、さすがに対策されててほしいんですけど、はい、よろしくお願いします。いや、全員貫突だから相当いかつく見えますね。未来パですけど。これ緑いないんで本当は紫出すべきじゃないと思うんだけど、ちょっと、マジでこのバンザイトランクス、僕、全然強くないと思ってるんで、上3でいきます。はい、お願いします。いやー、ちょっと緊張するな。で、魔人ベジータのね、貫突が使ってみたいということでね、今回これ使おうと思いました。大丈夫？なんかレジェンズバトルロイヤルってあとなんかラグイイメージがめちゃめちゃある。気のせいかわかんないけど、なんかみんなラグイ言ってた気がする。お願いします。あ、普通ですね。よかったよかった。即圧入る。で、報酬で石1000個ぐらいもらえるんでね。いっぱい勝てば。まあ、頑張りましょうってやつですね。うん、いいねいいね。貫突してるんで、やっぱトランクスをゴリゴリ削れるようになってますね。で、どうしよっかな。で、貫突仕様のね、今、フレマができるようになってるんで、まあ、この、金、土、日のどっか、まあ、金はないと思うけど、土日のどっかで YouTube ライブで、貫突フレマしようかなって思ってるんですけど、さあ、これ相手視点こっち回避ないんで、突っ込みたいはずなんで、合わせたいですね。ここかな？ OK。うおー、すごい、めっちゃすごい。やばいな、貫突、火力が。場に回復できる。あー、待って、変えちゃった、間違えて。待って、よし、入った。あ、やばい、単発止めちゃんとできてるね。なんか、序盤ってあんま上手くない人とマッチングするイメージがあるんですけど、普通に強いですね、相手。多分引ける。オッケー。さあ、ライジング、これトランクス飛ばせますね。まあ、特殊1を積んで、ライジング打つか。マジで読むのだけは勘弁してくれ。2択怖いんですけど、頼む。さすがに落ちると思う、これ。
火力は貫突仕様なんで全然足りてる。マジ死ねよのクソゴミがよ。ちょーマジで無理なんだけど、ベジータ一家、いやーこれライジング打ってくるかな、究極打ってきてほしいんだけど、いやライジ、あー捨てるか、いやーどうなんだ紫が、いやちょ待って本当にしょうもな、これ全然負けますね。いや正直舐めてた、序盤どうせ育成終わってないやつら当たるだろうと思ってたら、マジでさ普通の人と当たってライジング回るのめっちゃめんどくさ。あーもう最悪だ。一応ボールだけ回収しといて、ちょー待ってふざけんなよマジ。あでも硬いな、さすが貫突。こっからまくれるか。しんどいな。ちょー本当にさーマジでさークソイラつくんだけど、いきなり負けあるんだけど。いやー最速取られた、危な。ちょ2連ときとめ頼むからかかって。あ跳ねてんのかよそこ。いやー回避圧じゃねえのか、もう普通の人に弱えたら普通に負けたんだけど。いやー耐える多分。ベジータは強いけどさ、耐える。いやーやばい、回復しないんだこれ。ちょ知らなかった。待って、ほんとムカつくんだけど。うっざ。ちょ、打撃回復圧使いたい。最速取れる。お祈りもしてくるしさ。調子乗ってんな、こいつマジで。いや、まだあるか、これ。いや、これ避けるしかねえ。入る。回避読み入ったけど。いや、必殺いらん。いやー、危ない。ちょ、待って、本当にやめて。もう、ほんと、しょうもねえ、このクソライジングゲーが、ドラゴンボール、オワコンギレジェンズが、マジつまんねえ。引退するわ、もう明日ゲオで売るわ。入るかな。ライジング溜まったんでワンチャンある。ちょ、お祈りして、あー、もう、ほんと、避けさせ、いや、最速だ。マジ、しょうもねえ、このクソゲー、マジつまんねえ。やめよ。はい、ということでね、2戦目やっていきましょう。まあ、全然ね、楽しんでやっていこうと思ってるんで。ん?はい。相手よろしくお願いします。相手、グッドゲーム1でフラグメントつけてないですね。はい。よろしくお願いします。なんか全然選んでくれないんだけど、どうしたのこの人。え?固まったんだけど。え?切断されたんだけど。カット。はい。ということでやっていきましょう。なんじゃそりゃ。何が起きてんだ、この、あれに。正直なんか、今の何なの?切ったってことだよね、向こうが。はい、お願いします。相手これ、なんだ、すごいパーティーですね。よろしくお願いします。シャロットめちゃくちゃ強化しましたよ。サイヤ人パーティーみたいな感じかな。いいパーティーですね。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。いや、いいですね。こういった時にもね、なんだ、ガチャゲンキャラに頼らず、こんな感じで組んでるのは普通に評価高いというか、もう俺動揺してるんだけど、さっき負けたので。いや、待って、受けれてないんだけど。ちょっと待って。しかもちゃんとステコンできるし。おい。おい。それ繋がってない。いや、待って、今、バカ、圧入ったわ、今。何やってんの?ちょ、やばい、完全動揺してる。
もう、ほんとムカつくんだけど、さっきのやつ。まあまあまあいいや、これ勝てばね、2勝なんで。オッケー、入った。一応、シャロットがやばいぐらいアビ乗ってるんで、そこだけ気をつけないといけないね。多分、圧引ける。ああ、必殺。まあ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 。何それ。マジ、ナッパの性能覚えてないんだけど。これ何してるかわかんねえ。怖い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 。入れ。よし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 。あ、さすがにナッパ削れるね。あ、強いね。やっぱ、カントスベジータ。はい、よつ。よー、待って待って、遅れた遅れた。いや、待って、開発してるこれ。いや、してないの？ちょっと待って待って。危ない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 。即射撃。もう一回。オッケーオッケーオッケー。ちょ、もう読まないでね、ほんとに。もう読まないでね。頼む。よしよしよし、これはもらった。あ、よかった、マジで。あ、よかった。まあまあまあ、負けることなんて言って誰でもあるんでね。読まれてもね、読まれたんでしょうがないですね。割り切りましょう、さすがに。何もしてない？いやー、今ね、ちょっと本当によく、よくなかった。特殊言うてもよかったんだよ、本当に。何やってんの、俺。必殺ね。必殺は裏で受ければいいだけなんで。うん。もう緑大事すれば絶対負けない。で、相手ライジング持ってるんで、一応被せられないようにだけ気をつけて打撃キャン振って、あ、オッケーオッケー、狙ってたね。まあ、射撃撃って、よし、勝った。は？おい！おい、マジふざけんなって、マジさ。え、これ勝ちになるよね。完全意図的な切断じゃん、これ。ねえ。は？無効試合になります？いや、マジ、ふざけすぎだろ。いやいやいや、これ何も変わってないじゃん、前と。さすがにふざけすぎ。これ叩かれるって思わなかったのかな、運営さん。やばいよ、さすがに、このまま。これ開くのは。いやー、もうなんか完全にやる気失った。やばすぎでしょ。まあ、切断した側にもペナルティはあるとはいえ、勝ちにしろよ。おかしいでしょ。いや、マジこれやばいわ。これ物申す動画出すかもしれないわ。さすがにないわ、これ。これが最新のスーパーサイヤ人だ。ああ。いや、これお祈り引きそうだなぁ。まあ、来るよね。いやぁ、どうすか、皆さん。オッケーオッケー、交代ムーブ刺さった。さすがに出てこんでしょ？うん。いやぁ、ちょっと良くなかったね、今の。今の良くなかったって。必殺打って良かったかもしれない。まあ、特殊あるんでね、結構強気に座れるんですけど。オッケーオッケーオッケー。いや、さすがにさ、切断何も対策せずに開くのはやばいでしょ。いや、射撃か。あー、必殺でよかった。何やってんだ。完全に脳内の思考バグってるんだけど。最初のあれで。いや、最初のと今のだね。ライジング読みと切断、あ、もう、ライジング読みと切断の嵐ですね。はい。もうライジング読みはしょうがないよ。ただ、切断はいかんでしょう。何も対策してないのはさ。いや、これやったらさ、だってさ、普段、凸が少ないから、使えないキャラクター使いたいよって人が楽しみにするイベントだと思うんですけど、石ももらえるしね。ちょ、待って、本当にダメになってる。すごいいいイベントだと思うんですけど、これあったらさ、切断した側一生潜れないようにしてくれませんか？一回で。
これ勘違いしないでもらう。一応これ見て、あ、切断したら負けになんないんだと思ってやる人が増えたら嫌なんで、いますけど、多分これ、切った側は、もう、なんだろう。ペナルティー食らうようになってると思うんですよね。うん。潜れなくなって、この、メダルが交換できなくなって石が、もらえなくなるはずなんで、まあ、やらないでくださいね。お互い得しないんで。危な。あ、待って、お祈りあったわ。ちょ、待って、本当にやばい。頭バグってる、頭バグってる。あ、もうちょ、ダメだ。ちょっと待って。ああ。せっかくさ、かっこいいサムネ作ったのにさ、切断の画面さ、サムネ作り直さないといけないんだけど。切断のクソゲーだってね。いやー、これはさすがに YouTuber が声を上げて言わないといけないんじゃないかなと思うんで、何かしらの動画この後、まあ、出そうかどうか迷いますけど、まあ、コメントとか見て決めます。回避見てここ、 OK。 いや、ただ負けるなこれ多分。回避内のバレてるからな。なんとかしのげればって感じ。いや、必殺あんのか。そりゃ無理だ。あ、耐えた。待って待って、もう、ほんなー。もう、なんでこんな、さっきの試合勝ってたやん。もう、ふざけんなって、マジで。あ？あ、つないのか。そっかそっかそっか。必殺ってたもんな。あ、パニック回復してるわ。ちょ、ライジング、ライジング、ライジング、ボール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 。ちょ、あと一個、あと一個、なんで来ないの？ねえ。あと一個。え、入ったんだけど。ちょー、なんで。あー